人いないね。あ、ヨダちゃんとのエピソード、あのね、一昨日昨日か握手会でね、ヨダちゃんがねクマさんになってたの。可愛いからおいでクマさんって言ってクマさんに来てもらって、でクマさんみたいなおんぶしたくなっちゃって、おんぶしていいって言って乗せて、本当にね多分ね30キロぐらいしかないね、もっとないかもしれない、本当に軽くてそのままねこうその運んじゃったんですけど、めちゃめちゃ可愛くて写真撮ったんでね、今度載せたいなっていうふうに思う。食べようとしました。あ、じゃあ、あの、なんかのあんあんかなの取材で、あの、ヨダちゃんが、なんかこう、高山さんには食べたいって言われるんですけど、私も食べられたいですって言ってたんですよ。だから、まあ、いつか食べようと思います。